まあ、物心ついた時から左目はなかったので、まあ、僕にとってはこれが当たり前っていうのはあるんですけど、まあ、小学校の頃からサッカーだったり水泳だったりっていうものを習ってきたり、で中学校高校で、まあ、部活にも入って、まあ、試合にも出させてもらったりとかはしてたので、まあ、そこまで不自由はなかったのかなって思います。で、まあ、今でも、まあ、趣味でサーフィンをやったりとか、バイクに乗ったりとか、まあ、車の運転も普通にできるので、まあ、この左目がないことをなんかネガティブに捉えるってことは今まで全くなくて、まあ、友達との友好関係とかも全く問題ないですし、むしろなんかファッションの一部として捉えてるっていうのはありますね。まあ、ファッションも趣味もそうなんですけど、父の影響が一番大きくて、まあ、父親が福岡でやっている洋服屋さんの影響でアメカジにハマりだして、でそこからずっと小学生ぐらいからですね、チャンピオンだったりとか、そういうちょっとダボっとしたアメリカの青年のような格好をさせられて、でそこから、正直その頃はあんまりその分からないという、自分的にも正直好きかどうかっていうところはあんまり分からなかったんですけど、でもこうやって、まあ、25歳とか20代になっていくにつれてやっと良さに分かり始めて、そこからずっともうアメカジというか、ああいったファッションにずっと身をうずめてます。趣味のバイクもその洋服屋さんの店員さんだったりとかがずっと乗ってて、でお客さんとかでもやっぱりバイクで遊びに来てくださる方が多いんで、まあその影響でやっぱりいち早く免許は取りたいっていうのがあって、それからずっと、まあ、週末だったりとか時間が空いた時に、まあ、バイクに乗るようなことをやってます。でまあサーフィンはですね、小学生ぐらいの時ですかね、小学校3年生ぐらいの時に、まあ、父の友人の方がちょっとサーフィンをやってて、でその方に初めてボードに乗せてもらって、その快感がやっぱ忘れられなくてですね、でまあ小学校の頃とかはいろんな人に教えてもらいながら海に連れて行ってもらったり、で車の免許とか取ったりしたらやっと自分で行けるようになって、でそれからはまあ、家の近くだったりとかで、まあ、車で30分ぐらい行けばポイントとかがあったりするんで、まあ、そこで乗ったりして、まあ、朝早く5時ぐらいから出たりとか、そんなんでちょっと遊んではいます。まあ、物心ついた時から左目はなかったんで、まあ、僕にとってはこれが当たり前っていうのはあるんですけど、まあ、昔から部活とかでサッカーもやってきたり、今では趣味でサーフィンとかバイクとかもできてて、まあ、何も困ることはないかなと思ってて、まあ、一度もこの左目に関してネガティブで捉えたことはないんですけど、まあ、今となっては、まあ、黒目の入った義眼とかも間違えて捨てちゃったりとかっていうのはありましたけど、まあ、逆にこの透明のものになってからはむしろこの左目のことをファッションの一部として捉えられるようになって、そこからなんかもう、あ、隠さなくていいんだなっていうのはありましたね。でも会社でも人前でも大っぴらにこの透明の左目で歩いてますし、今ではむしろこっちの方が好きかなって思ってます。